さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。だいぶ寒くなってきましたね。いやー冷えるね。さてさてお二人、はい、コミュニケーションってどのようにとってますか。コミュニケーションはね、はい、僕はねボディーラングチで言っちゃうねそうでしょ、ああでしょって言ったからもう手下げられたら僕何も喋れない、あって止まっちゃうんだけどね。今だとあれじゃないですか、コミュニケーションといえば SNS、うん、ああそういうコミュニケーションか、で多くなってますよねそうですよね。あれはなんか怖いね、まあ、いろんな意味で怖いですよね。便利ですけどね。コミュニケーションはでも大事ですよね。大事ですよ、大事ですね、はいはい、そこで今回ご紹介するのは月に一度開催するコミュニケーションのセミナーで企業同士のマッチングを行っています。こちらの企業様です。不景気と呼ばれ続ける現在の日本において、新しい風を吹き込む起業家の存在は長く求められてきた。しかし現実には起業家にとっての第一歩となる人や企業との出会いに至るまで、その道のりは想像以上に長く、自身の力で進み続けるには限界があった。そんな多くの人々が求める巡り合わせを一つのコミュニティによって叶え続ける男がここにいる。株式会社イデアクリエイティブ代表取締役副社長高野祐樹。日本そして世界へとビジネスを発信し続ける株式会社イデアクリエイティブでは、多くの起業家が集うコミュニティのもと、新たな人脈や可能性を生み出す事業を展開。さらに数多くの実績を持つ講師たちを現場へと招き、他では経験できない交流の場を提供し続けている。今回は高野祐樹をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。まず最初に株式会社イデアクリエイティブさんの業務内容をお聞かせください。はい、はい、こちらの会社では主に中小企業であったりとか、あとはスタートアップしたばかりのベンチャー企業様の、経営のコンサルティング、あとは、面白いサービスであったりとか、何か物販を扱っている、企業様の、プロモーションであったりとか、リアルと、ウェブ上でのマーケティング含めて、主にそのコンサルティング業務が、メインになります。はい、そんな中でなんかちょっとスタートアップグラインドという事業部があるとお伺いしたんですが、そこはそれはスタートアップグラインド東京ということで、どういったことをされてるんですか。もともとはですね、シリコンバレー発祥の、起業家コミュニティ、一言で言うと起業家コミュニティになります。スタートアップグラインドっていうそのアメリカ発祥なんですけども、今、全世界、85カ国にチャプターがありまして、200都市ですかね。で、大体今40万人以上の、起業家の方々がそのスタートアップグラインドっていうコミュニティに集まってるんですけども、そこの起業家コミュニティの東京のチャプターの運営を今うちの会社の方で、させていただいてます。はい、彼らに対して何をされるわけですか。主にですね、これからスタートアップ、要は起業を目指したい方、はい、あとは起業を目指したい方、そうですね、はい、起業を目指したい方、あとはすでに起業されていて、もっとこう会社の事業を拡大していきたい方を、対象に今、そのコミュニティの方では、月1で六本木ヒルズで今開催してるんですけども、いろんな上場企業の社長様であったりとか経営者様をお呼びして、はい、交流会であったりとか、講演会をさせて開催させていただいたりとか、研修みたいになったり、はい、勉強会になったり、はい、そうですね、スタートアップか、スタートアップこれから始める人もいいんだ、ね、はい、今はそういったそのイベントを大体月1で開催させていただいておりまして、六本木ヒルズで、そうですね、はい、でその他にも会員様であったりとか、そこにお越しになれる方々の、マッチングですね、人脈のマッチングであったりとか、はい、あとは結構ゼロイチスタートアップというかそのゼロイチの方も結構多いので、一からどうやってその起業していけばいいかとか、例えば事業計画書の作り方であったり、資金調達の仕方であったりとか、チームビルディングの仕方とか、そういったものをアカデミアにして提供したりとかっていうのもいろいろやっております、はい、そうなんですね。例えばなんですけど、はい、これまでにどのようなそのマッチングというか実績とかって、はいはい、あったんですか。そうですね、スタートアップ
ップの起業家様でやっぱり多いのが、圧倒的にその自社でまだこうリソースが少ないやっぱ企業、まあ、あの会社様が多いんですね。例えばマーケッターがまだこういないとか、あとはこう広告がちょっと広告でこう集客するのが苦手であったりとか、あとはそうですね、資金調達で結構やり方がわからないとか、いろんな企業様がいらっしゃるので、なので結構そのコミュニティ内にその分野に特化したまあ専門分野の方々が結構集まっているので、あの例えばじゃあFacebook であったり SNS の広告がうまい企業様とそういったベンチャー企業をマッチングしたりとか、あとファイナンスに強い方、経営者様とそこの企業をマッチングしたりとか、こういうことを常に繰り返し繰り返し今やっている段階ですね。はい、そもそもでもこういった事業をなぜ立ち上げようと思われたんですか？ですね、これもちょっとたまたまタイミングと巡り合わせなんですけども、結構その私自身が、まあ、海外旅行がかなり好きでして、あのいろんな国のですね、まあ、なんていうんですかね、こう起業家が集まるイベントであったりとかカンファレンスであったりとか、あのそういったところにちょこちょこ顔を出していたんですね。いろんな国で。そうですね、はい。でその中でたまたまそのうちの、代表の方がいらっしゃるんですけども、その方に、まあ、アメリカでよくあの事業をやってる方から、まあ、こういった起業家コミュニティがあるんだけれども、まあ、東京支部はまだないと。なのでその東京支部の運営を、まあ、やってみないかっていうお話が来まして、まあ、僕もちょっとあのやっぱり海外の事業であったりとか、そういった情報は常に収集していたので、まあ、ぜひちょっとあの会社の方でやらせていただきたいということで、1年ちょっと前ですかね、から運営の方をスタートさせたという形ですね。はい、最初にその知った時に、まあ、これは いけるんじゃないかじゃないですけど、はい、思われたってことですよね。そうですね、はい、あのやはりその全世界で今展開されているコミュニティなので、はい、あの海外の方だ と、日本に来るそのゲスト様は日本のやっぱりゲスト、はい、まあ、上場企業の社長様であったりとか経営者の方が多いんですけど、海外の方だとあの皆様がよく知ってる、例えば、Facebookの創設者の方であったりとか、はい、インスタグラムの CEO であったりとかスカイプの CEO であったりとか、うん、まあ、要はいわゆる皆さんがご存知 の、 あの社長様があの、まあ、講演会に来ていただいたりとかして、そういった人たちが来るコミュニティってすごいなって単純にその時思いまして、はい、あのそこからこう日本でもぜひやりたいなっていうことで、まあ、あまり根拠はなかったんですけども、とりあえずやってみようということで今に至ります。はい、そうなんですね。他のセミナーとの差別化っていうのはどういった部分なんですか？そうですね、今の月一であのイベントの方を、まあ、いろんな上場企業の社長様とかをお呼びして開催させていただいてるんですけども、はい、あの僕たちがあの特にこだわってるのが、あの、まあ、見てくださってるというか、その来てくださってる会員様とそのこの経営者様ゲスト様との距離感っていうのをすごい大事にしてまして、普通の交流会とかセミナーって、はい、まあ、一方的に多分ゲスト様がこう、まあ、お話をしてシェアしていただく場だと思うんですけど、はい、なかなかこうコミュニケーションって取りづらいと思うんですよ。ただ僕たちがやってるその、まあ、イベントの方では、インタビュー形式であのゲスト様にこう質問を投げかけたりとかするんですね。例えば、まあ、起業したきっかけ何だったんですかとか、あとは、まあ、成功に至るまでのそのプロセスであったり、はい、あのどういうマインドを持って事業を展開されていたとか、あとは、はい、そうですね、今注目している事業は何かとかのインタビュー形式でヒアリングをして、はい、でそのオーディエンス、要は会員様ですね、来てくださっている方 と、そのインタビューが終わった後にこう質問を投げかけたりとか、はい、非常に近い距離でやり取りができるような、まあ、環境づくりっていうものを今やっております。はい、で交流会とインタビューが終わった後に、はい、交流会があって、はい、そこではしっかりそのゲストさんと名刺交換ができたりとか、なるほどね、直接こう関わる機会を作ったりとか、はい、そこが多分、まあ、他社の、うん、そうですね、起業家コミュニティでよくあるセミナーとかとはちょっと違うところかな。うん、この前あったのがたまたま、はい、会員様の中で大学生がいたんですよ。うん、で、上場企業のある、社長様がゲストで来られて、あのこう講演会が終わった後に、交流会で名刺交換をして、でその1週間後ぐらいにあのこの大学生の男の子が非常に学びたいと言って個別で結構アプローチをして、で1週間後に一緒に焼肉を食べに行ったっていう、でそこでいろいろどういう事業をされているかっていうのを詳しくお話を聞くことができたっていうところですごい喜んでらっしゃって、なかなか多分そういうことって生まれにくいとは思うんですけども、そういうパターンも結構ありますね。そうなんですね、ひらめいたらそうだよな、これだと思ったらやっぱり食いついてみるのも楽しみじゃないですか。そうですね、興味あるな、はい、そういうの。そうですね、ありますよね。誰でも出られるんですか？
そうですね、基本的にはよほどマナーがないとか一般常識がない方であったりとか、はい、選ばれた人なわけではない、自分から登録すればとか、はい、何かな、そういう要求があれば、はい、そうですね、うん、基本的にはこちらの方で、無料説明会っていうものを随時開催させていただいているので、はい、そこに来ていただいてっていう形ですね、はい、会員様は、うん、どのような感じで、はい、行ってらっしゃいますか、会員になられてから、はい、そうですね、やはりそのいろんなこう経営者様がゲストで来られるんで、うん、はい、毎月毎月ジャンルが違かったりするんですね、うん、例えば IT の分野で、成功されている経営者の方もいれば、はい、営業代行会社で経営されている方もいらっしゃるので、うん、いろんな分野のいろんなジャンル そのゲスト様が来られるので、毎回その月1で参加していると、はい、なんか共通しているところはやはり共通してる、はい、なんか成功マインドがあったりとか、はい、けどやっぱりそれぞれ経営者様によってはこうなんていうんですかね、こう、まあ、起業とか成功する上で核になるなんていうか自分のこうポイントみたいなのがやっぱ違かったりするので、うん、はい、やっぱりそういうところをこうインプットできるっていうのがやっぱり非常に勉強になるっていう方もやっぱりいらっしゃいますし、あとはそのコミュニティ内で結構起業された方もいらっしゃるので、はい、結構そういったところがかなり、まあ、魅力に思っていただいてる現状ですね、はい、だから起業してみてもさ、はい、我々も、まあ、こんなちっちゃいものを始めたりするんだけども、はい、やっぱり自分だけで足りないジャンルって必ずあるんですよね、はい、もう広報だと営業が足りないだとか、なんだ広報が足りないだとかって、うん、そっち面が弱い、自分がウィークポイントって必ずその会社にあって、うん、でもそこに来られた方たちと結びついたり話が聞けたりすると、うん、そこを補えますもんね。そうですね、はい、補えますよね。やっぱり成功に向けて進んでいけるっていう、はい、そこですよね。でもね、そうですね、そこだと思うよ。あとはやはりその結構経営者のゲストの方々がよく、うん、言われるんですけども、うん、失敗談をよく話してくれるんですよ。なるほど、はい、絶対多分、まあ、僕自身もそうなんですけども、うん、やっぱ常にいい時が続いてるわけじゃないので、はい、やっぱりそのどんなにこう頑張っていても経営が不調になるときって必ずどの経営者様あると思うんですよ、うん、そこをこうどう乗り切ってきたかっていう話を結構皆さん聞くのが楽しいというか、はい、自分に置き換えて自分もこう苦しいときこういうふうに乗り越えればいいのかっていうところがやっぱ非常にこう学びになるっていうのがよく、はい、今自分はここだっていうのが分かったりするんですね、はい、この位置に今立ってるなっていうのが分かったりするね、そうですよね。そんな高野だが、実はこの事業を始める以前にはある大きな失敗も経験していた。聞くところによると高野様はなんか3000万円ぐらい騙されたことがあるっていうお話を聞いたんですけど、そうですね、はい、トータルで言ったら多分それぐらいですかね。やはりその僕自身もその、まあ、今大体ですねやってる事業が4業種ぐらい、今、はい、個人ではありまして、まあ、いろいろやっぱり個人でもやられてるんですか。そうですね、はい、いろいろ事業やってるとやっぱり、あ、ちょっと待ってください、はい、今まで伺った話がやってられる仕事じゃなくて、その他に何か自分の事業を やってられるんですか。はい、どういったことそれ聞かせてよみたいな、はい、あ、そうですか。自分ではウェブ制作会社をやっていたりとか、はい、あとは料理教室をちょっと今プロデュースしていまして、プロデュース、はい、全くジャンルが違うんですけど料理教室の運営をやっていたりとか、ただなかなか目が行き届かない事業になってくると、まあその事業がこう飛んでしまったりとかっていうところで失敗は結構ありますね。本までも出されてるということで、はい、どのような本を失敗談っつって、そうですね、一応タイトルがですね6月に出版させていただいたんですけども、はい、30代になるまでにお金と時間に縛られなくなる4つの仕組みという本を出させていただきまして、僕自身今28なんですね。早いなあ、未だに悩んでますね。その経営の20代で考えるの？そうです、まあ、僕自身なりのちょっとあれなんですけども、本当にかなりのもうアイディアというかもうね、常にそういう新しいものが浮かんでくるもんなんですかね。そうですね、けど人一倍なんか頭使ってるかもしれないですね。頭使ってるんでしょうね、はい、僕のちょっと師匠がいて、その方がこう、はい、汗をかくのもその体の汗をかくんじゃなくて脳汗をかけってよく教えてくれてまして、まあ、脳みそで汗をかけと、はい、その通りにいろいろ考えていってですね、はい、そうそう出てくるんだアイデアが。そうですね、自分なりのその経営スタイルを本にさせていただいたっていう。楽しさをビジネスへとつなげ、人と人との出会いを紡ぎ出す高野勇気。そんな男が見据える今後の展望とは。
結構やっぱ僕自身も海外旅行が好きだったりとか、結構いろんな方と交流するのが好きなので、結構やっぱ出会い一つでやりたい事業っていうのも変わってきたりとか、本当タイミングと巡り合わせで、あ、今年これやってみたいなとか、あ、来年これやってみたいなのっていうのがこうやっぱり随時生まれていくので、特にそのこういう事業を追求しようっていう、そこまでこうゴールを決めてるわけではないんですね、はい、なのでその時その時自分が考えてたりとか思うタイミングで、なんかいろいろ新しいことに挑戦していったりとか、世の中の流れに敏感ですよね、そうですよね、アンテナブンブン立ってるでしょ、そうですね、今これだあれだっていうね、なんかそういうお話を伺ってる気がしますもんね、いやもうその今この若さで先々どういうふうに ね発展していかれるか、今後に非常に期待しております、ありがとうございました、ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですが、お二人はアットホームといえば、アットホーム、温かいね、そうですね、マイホームじゃなくてアットホームね、アットホーム、アットホームって何なのかな、気を抜いても大丈夫だみたいな、大丈夫な、もうなんていうのか、もうぐだらっとできる距離感の近い、そうですね、優しい気持ちだったり、はい、そうですよね、はい、優しく包んでくれます、最近味わってねえな、まだまだ毎日じゃないですか、いやいや、まあ、そこで次にご紹介する企業様なんですが、はいはい、不動産業界の中でも、ピュアな気持ちで、社員一丸でアットホームな会社作りを目指しています、こちらの企業様です。現在、日本が抱えるテーマの一つに空き家問題という住まい、そして生活に直結する大きな課題が存在している。その原因として大きく取り沙汰されている人口減少、少子高齢化といった暗い話題は、住まいを支える不動産業界にも色濃く影を落としていた。そんな現状にも明るい光を放ち、おもてなしの心とアットホームな環境でお客様に安心を提供する企業がここにある。リアリアルエステート株式会社埼玉支店支店長柳沢栄一、マネージャー坂詰翔、名張さやか。アパート・マンションの販売からシェアハウスの運営、リフォーム事業に至るまで、多岐にわたった不動産ビジネスを展開するピアリアルエステート株式会社では、一人一人のお客様と向き合うことで信頼と実績を築き上げ、誠実で心強いパートナーとしてあり続けている。今回は柳沢栄一、坂詰翔、名張さやかの3名をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。この社名の由来っていうのは、はい、はい、よくお客様にも聞かれるんですけれども、うん、はい、まずお二人にちょっとお伺いしたいんですが、はいはい、不動産業界というと、はい、どのようなイメージをお持ちですか。高い、怖い、本当ですか。いやいやいや、いろんな、もう遡ればね、はい、そうです、遡ればですよ、あ、もう本当おっしゃる通りだと思います、ね、はい、ありがとうございます。言って失敗しただろう俺、はいはい、どういう質問でしょう、はい、実はですね、はい、よく言われているのが、はい、今ミシェルさんにおっしゃっていただいた、はい、怖いっていうイメージをお持ちの方が結構多くて、 あとはなんか裏で悪いことやってんじゃないかみたいな、うん、すごい不透明な業界っていう印象を持ちの方も結構ドカンと売りつけられそうな怖いの、ね、ですね、いらっしゃるようなんです、はい、で私どもが取り扱っている不動産投資の物件につきましても、うん、不動産投資というとやっぱりまず難しい、難しい、難しくてよくわからないっていう方が結構多いです、はい、でまたなんかこううまいこと言われて騙されそうっていうお客様も結構いらっしゃいまして、はい、でそこで私たちはですね、そういう業界の悪いイメージを、こう払拭したい、
っていう強い思いと、あとはそのお客様に対して嘘をつかない、うん、またお客様の立場に立って接客するクリアな会社にしたいっていうことで、うん、ピュアリアルエステートという会社名にいたしました。ピュアでリアルで、あ、そうです、ありがとうございます。他社との差別化を図っている部分ってどういったところなんですか？はい、こちらは他社とは違うところなんですけども、はい、おもてなしをなるべくするようにと、それを一番に今営業の方をしております。やはりその不動産のイメージっていうのが不透明なところであったり、高いものを売りつけられるというものがある中で、その高いものを買うお客さんにとって買ったら終わりで終わらせないようにですね、その後のフォローもしっかりしていきたいということで、おもてなしをしっかりしていきたいというのがあります。どのようなおもてなしをされるんですか？はい、例えばなんですけども、うん、一棟もののアパートですと、入居者が入っていない空室の部分があったりすると、はい、そこの部分がリスクになるんですけども、はい、そこをですね、弊社と一緒にですね、例えばそこの部分をモデルハウスにして入居しやすいような状況を作っていったりとか、そういったものを一緒にしていけたらなと。あ、今埋まってない空いてるところをっていう。あ、そうです。はい、より分かりやすくみたいな ね、こうなりますみたいな、住んだ人に寄り添って、そこの立場とあとオーナーさんの立場を両方一緒にしていけたらなと思っております。オーナーさんもそれは助かるわけですもんね。はい、ピュアリアルエステート様が一番大事にしていることって何ですか？はい、これは一人一人が考えて行動するということを一番大事にしております。はい、自らが考えて判断して。そうですね、やっぱり社長に言われたからとか上司に言われたからっていうことでは決してこういい仕事はできないと思いますので、今こうお客様に何をすべきかとか、どうしたらいいかっていうことを常にこう自分の頭で考えて、スピーディーに行動するっていうことを大事にしております。そうだよな、いろんな段階でその人が何を求めてるかっていうのはお客様それぞれ違いますもんね。そうですね、でその過程をこういちいち社長に報告して、うん、その指示を仰いでっていうことになりますと、はい、こうお客様に対してこういいサービスが提供できないっていうこともありますので、常にその辺を高められるように、うん、はい、社員がこう学べる環境を社長が作ってくれたりとか、あ、はい、研修の場を設けてくれて。なるほど、はい、そんなピュアリアルエステートが持つ事業における強みについて聞いてみた。強みとするとやっぱりお客さんにより近く、はい、ご提案できるというところですね。 あと社内的な雰囲気というところがあるんですけども、アットホームな形で相談をしやすいような環境というのを、作っております。具体的にどういった感じでそのお客様と接してるんですか？おもてなしですか？はい、おもてなしですか？おもてなしなんですけども、セミナーを開催したりですね、そういった時に、はい、一緒にお客さんと一緒に、懇親会をして一緒にお酒を飲んでるっていうこともしたりとかですね、より生の声が聞けるといいますか、その要望がよく聞こえるような形でコミュニケーションをとって、そういうところで生まれるんですね。セミナーもやられるの？セミナーやった後に、まあ、そういった懇親会だったりとかっていう。へえ、まあ、でもそういう、ね、人間関係ってやっぱり大事ですもんね。そうですね、はい、まあ、ちょっとその延長線上で、うん、社長の結婚式に、はい、お客様に参列いただいたりとか、はい、あとはまあ個別にお客様と飲み行ったりとか、お昼食べに行ったりっていうことも、はい、各社員が行っておりますので。そうなんですね。非常にこう、まあ、友人っていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、はい、とてもこういい関係をお客様と築けてるかなと思います。かなりのチームワークが取れた従業員さんだと。そうですね、はい、はい、あ、そうなんですか、やっぱり、はい、そこは自信があります。いろんな会をやってるんでしょう、多分ね。その社員旅行から何からじゃなくて。なまりさん、どのようなそのチームワークだと思いますか？例えば最近だと転職のフェアにですね、はい、ブースを出したんですけど、はい、そこでも先ほど申し上げたように不動産の業界のイメージが全然違うっていうふうにお褒めの言葉いただいたりとか、はい、あと何でしょう、
今のスタッフは全員不動産業界じゃなくて違う業界から転職してきたものばかりなんですね、はい、なので、はい、やってきたこともバラバラですし性格も全然違うんですけど、あの一点だけみんなが共通しているところがあって、そこがあのオンオフのメリハリがはっきりしているところで、はい、で日頃仲いいんですけど仕事の途中ではみんな集中しすぎて、はい、事務所がタイピングの音だけになったりとか、カタ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 怖いね、はい、怖いね、あでもなんですけど、あのお昼休憩になったら一人がねあの、お昼行こうよって言ったら結局みんな事務所みんなで行ってたりとか、はい、バリバリの仕事人間が女の子の顔になる瞬間があったりして、そうなんですね、はい、あ見てみたいね不動産屋さんのイメージって、はい、あの女性がいないっていうか、まあ、男性が多いっていうイメージなんですけど、はい、だからあの女性スタッフは結構多い方なんですかね。そうなんです、あの非常に多くてですね、はい、あのまあ皆さんあのオフィスに来られるとびっくりするんですが、あの女性がこうバランスボールに座って、はい、あの仕事をしているという風景がまず目に飛び込んでまいります。なんであのトレーニングしながら、あのおそらくトレーニングだと思うんですけれどもそれは名前さんどういうことなんですか。仕事も大事美容も大事というところでいやそういうことじゃないですよね。それなんかあの受けを取ろうとかそういうことじゃない今女性社員の方で何名ぐらいいらっしゃるんですか。何名ぐらいですかね。8割ぐらいは女性スタッフ。やっぱりそうなの今はあ、いやあ、ね、職種として合ってるんですかね。そうですね、ただあのお客様の評判も上々でございまして、はい、まあ、なんかやっぱり先ほどもおっしゃってたそのおもてなしっていうかそういうサービスが女性の方がきめ細やかだ、おっしゃる通りで本当にあのきめ細かいサービスも提供できますし、また先ほど申し上げましたあの怖いイメージとかあの怪しいイメージっていうのを取り除くためにも、あの女性の方にご活躍いただいております。生活を支える住まいを通じて多くの人の幸せを実現するピュアリアルエステート。そんな彼らが掲げる今後の展望とは。向き不向きより前向き、はい、あその心は、はい、はい、この仕事は自分に向いてないんじゃないかとか、あのくよくよして立ち止まるよりもですね、はい、前向きに行動してお客様のために尽くしましょうということで、それを念頭に日々仕事に精進しております。いい言葉ですね。我々も向いてないかもしれないけどもこの業界にいるわけですから頑張らなきゃいけないですねそういう気持ちにさせていただきました。今日は大切な話ありがとうございました。どうもありがとうございました。ビジネスブックコレクション。人は自分の脳を過信しすぎかもしれません。例えばあなたは自分の脳がいかに忘れやすいかを知っていますか。また記憶は固定化されたものではなく常に変化していることを知っていますか。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方。この本を書いたのはトレスペクト教育研究所代表の宇都出正美さん。宇都出さんがこの本を通じて仕事のミスと向き合うことで本当のあなたと向き合うきっかけになってほしいと書き上げた一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。